ええ、まさか寮まで追い出されるとは。浩二さんも大変ですね。あ、ごめんなさい、私お茶も入れずに。あ、どうぞお構いなく、あのすぐ失礼しますから。何言ってるの、だって行くところなんてないんでしょ。涼子、朝米が食べたいって言ってるじゃないか。まだ開かないの？あ、ごめんなさい、うっかりしてました。今すぐ作り直しますから。拓也君、そういえば就職決まったのか？いや、まだです。取引先にね、たらふく飲まされちまったよ。え、飯いらないか。ああ、そう。